メール・イーズ・サグスは、米国人女子プロゴルファーで、ルップがツアー創設者の一人でありまた、現代女子ゴルフの子祖。アトランタ生まれで10代から華々しいアマチュアキャリアを持つ。1940年には16歳で、ジョージア州アマチュア選手権に優勝し、さらに1942年の同大会でも優勝した。また、 1941年と1947年のサザンアマチュア、1942、1946、1948年のノースサウス女子アマチュア、1946年と1947年のジョシュエ・スタンアマチュア、1946年と1947年のジョシュエ・スタンスタオープンにも優勝した。1946年には、 タイトルホルダーズ選手権にも優勝したが、この大会もメジャー大会の一つに認定されている。1947年の全米女子山優勝に、続き翌年の全英女子山にも優勝。1948年のカーチスカップの全米代表として出場したのがアマチュアキャリアの最後となった。1948年にプロに転校し、最終的には58勝を挙げ、 その中には11のメジャー大会優勝が含まれている。1950年から1960年にかけて年間賞金獲得額でトップ3に入らなかったのは一度だけという事実が彼女の才能を表している。サグスは1967年に創設されたルプがツアー殿堂の初めのメンバーの一人となり、さらに1979年には世界ゴルフ電動入りした。 ジョージアスポーツ伝道には1966年に入った。1950年のルプが設立時には当時ライバルだったパティーバーグ、ベイブザハリアスらと共に共同設立者の一人となった。1955年から1957年にかけては会長も務めた。ルプがツアーにおいて最も優秀な初年度プレイヤーに授与される。 ルイーズ・サグス・ロレックス・ルーキー・オブ・ザ・イヤー賞は、彼女の名誉にちなんで命名された。2006年、サグスは、ゴルフ分野での卓越したスポーツマンシップが認められ、USGA から2007年度、ボブ・ジョーンズ賞の受賞者に選ばれた。2015年2月には、セント・アンド・リュース・ロイヤル・エンシェント・ゴルフ・クラブの、最初の女性メンバーの一人になった。ルプが、 メジャー大会は太字で表示イコールアマチュアアマチュア。ありがとうございます。